どうも料理のお兄さん、リュウジです。今回はですね、これからの季節にものすごくいい冷たいサバ缶で作る、冷や汁っていうのをね、作っていきたいと思います。はい、では材料紹介に行ってみます。はい、まずですね、主役のサバ缶ですね、こちら半缶分、内容量 190g のものの半分を使います。はい、あと生姜が 5g です。きゅうりが3分の1本、みょうがが1つ、大葉が5枚ぐらいで、絹ごし豆腐ですね。はい、こちらが 150g になります。はい、それではまず材料を切っていきます。まずこの大葉ですね、大葉はね、千切りにします。こんな感じですね。僕は繊維に対して直角に切ります。はい、はい、続きましてきゅうりですね、きゅうりを切っていきます。こうやってた薄くスライスになりますね。転がってくあとみょうがですね、はい、みょうがも切っていきます。みょうがは半分に切って、これを千切りですね。はい、こんな感じですね。はい、それではですね、混ぜていきたいと思います。まずサバ缶、はい、を入れます。生姜ですね、これは、すりおろして入れます。まあ、面倒だったら千切りとかでもいいです。僕はすった方が好きなので、おろして、もし本当に面倒くさかったらチューブとかでもいいです。ただ生の生姜の方が僕は好きかな。はい、調味料を入れていきます。はい、まず白だしですね、大さじ1と、小さじ1ですね。はい、20cc です。あとお味噌、はい、大さじ1です。あとですね、あればで結構なんですけど、すりごまです。だいたい大さじ1ぐらい入れちゃいます。この状態で、軽くね、スプーンかなんかでほぐしてあげてください。本来冷や汁っていうのは焼いたサバの身とかで作るんですけども、面倒くさいのでサバ缶にしました。これでも十分うまいです。あと、まあ、もし手を加えるんであれば、お味噌も焼いて入れると香ばしいかもしれないですね。これぐらいざっくりと、はい、ほぐしていきます。はい、そうしましたら、ほぐれましたら水 250cc を入れます。まず、まあ、よく溶かし込んでくださいね。はい、水も冷たいお水だったらすぐ食べれますね。はい、水道水とかだったら、少し冷蔵庫で冷やしてキンキンにした方が美味しいです。はい、それではですね、まず器を用意しまして、お豆腐を、まあ、これは好みなんですけど、僕はスプーンですくって、ポコポコと、入れていっちゃうんですね。一口大ぐらいにして、これはお好みです。切った、お豆腐でも大丈夫です。こんな感じですね。で、先ほどの、サバ汁ですね、はい、サバの冷や汁ですね、冷や汁、よく冷やした冷や汁を、ここに流し込んでいきます。はい、そうしましたらきゅうりですね、こう散りばめていきます。綺麗な感じでね。大葉ですね、先ほど千切りしたものですを乗せます。あとはみょうがをくがっつりと、乗せたら、はい、これでですね、サバ缶の冷や汁完成です。はい、それでは、できましたので食べていきたいと思います。じゃあまず冷や汁の、はい、じゃあいただきます。めっちゃうまいっす。
あのほぐしたサバがね、あのこの味噌汁に、冷たい味噌汁に溶け込んで、めっちゃ旨味が溢れてますね。そこそこ濃い味なので、豆腐を、がっつり作っても、美味しく食べられます。うん、いや、ほんとうまいな。これほんと好きですね、僕ね。僕の、試したレシピの中ですごく自分で気に入ってるレシピです。これね、ご当地、かけみバズレシピっていうですね、レシピ本で、作ったものなんですけども、いやー、あのレシピ本やってよかったな。これめっちゃうまいです。うまみが半端ないし、清涼感も半端ないです。でですね、これはですね、実は、結構味がしっかりしてるので、このね、そうめん、冷や汁 をですね、そうめんにつけて食べていただくっていう、のもすごくおすすめなので、ちょっとね、やってみたいと思います。毎日これでもいいわ。そうめんの他はですね、ご飯を入れていただいても大丈夫。まあ、お豆腐が入ってるのでね、結構これ一杯でも、かなりお腹いっぱいにはなってしまいます、ね。なってしまうんですけども、まあ、がっつりいきたい方はですね、そうめんを、添えていただいたり、ご飯と一緒に食べていただいたり、もしくはご飯を入れて、混ぜて食べて、いただいても、すごい美味しいので、ぜひ皆さん試してみてください。はい、それでは皆さん、このサバ缶の冷や汁、作ってみたいなとかですね、あ、これで一杯やりたいなとか、思った方はですね、ぜひ、高評価およびチャンネル登録をよろしくお願いいたします。